目を左方向です。もうすぐ現場に着きます。まあ、実質1軒目だもんね、今日ね。左方向頑張ってから逆に取らなきゃまずいなって、はい、またよくしていただいて本当にありがたい、ありがたいよね、嬉しいです。じゃあ次の現場ちょっと頑張って行ってみましょう。あと数えたの言った方がいい。 TV が11本で、うん、LT が36本。了解です。はい、差し入れを買いました。まあそのうち公開されます。とりあえず1軒目が終わったんで2軒目に行きます。ギアが入りますね。よし、じゃあ行きましょう。次に行きます。2軒目が終わって、まあ、3軒目はちょっと挨拶だけちょっと詰めないので、まあよくしていただいてね、喜んでたね、非常に協力していただいて、あ、差し入れを買います。はい、いや涼しくなったわ、夕方は。すっからかんです。エンプティがつきました。ティートダメよ。面に来ますと、こちらがね USB-C というカバーになっております。はい、でカメラ周りですけども、今回ね、Xperia、まあ見た目はね三眼という形になっていますけども、中がね大きいこうね動くような、あレンズが動くような、あ機構になっているというところで、まあ、4つの焦点距離が入っているというところです。上から、16mm の長焦距離、この真ん中が、24mm の長焦距離、この上に、って見えないんですけど、TT?